毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今月は漆小学校の家庭教育学級をご紹介いただけるということで、お二人のお母さんたちスタジオにお越しいただいています。まずは自己紹介をお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。私は漆小家庭教育学級の佐藤恵里です。はい、佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしておはようございます、はい、田代陽子です。はい、よろしくお願いします。田代さんです、よろしくお願いします。さあ、漆小学校は私も以前取材でね、何度かお伺いしたことがあって大好きな学校なんです。で、今日は家庭教育学級のねことを詳しくお話を伺えるということで、とっても楽しみにしておりました。はい、まずは家庭教育学級のその学級生のこととか、今年度の活動についてお話しいただけますか。田代さん、お願いできますか。はい、漆小学校家庭教育学級は全保護者が対象で、はい、現在学級生は42名です。はい、42名。今年度はどういう活動を何回ぐらいされました。はい、今年度は11回の学習を計画していましたが、はい、1回が中止で、うん、実際10回行われました。はい、11回計画してたって、まあまあいろんな計画がありましたね。はい、ありました。どういうものがありましたか。まあ、田んぼでのドローンか遊びですとか、うん、運動会でも披露するバラ踊り、はい、田の観光、うん、近くにあるお家の近くにあるところで川遊び、うん、でバラ踊りの道具を作成したりとか、はい、あとその学校保健委員会とのタイアップで講師の先生に来ていただいて、はい、食に関する学習を行ってました。うん、充実した1年間でしたね。はい、うん、お聞きしたところ、その漆のバラ踊り、本当にもう地域を挙げて親子で取り組んで、ね、伝統のその行事をずっと引き継いでこられてて、以前もお話を伺ったことあるんですが、こう親子で取り組むこう活動が多かったんじゃないですか。はい、多いです ね、うん、ね。はい、さあ、そんな中でこう学校保健委員会とのコラボというかタイアップの、ね、企画があったということで、うん、学校保健委員会の今年度の重点目標が食育だったということなんですね。はい、はい、2回その食に関する講演会があったようなんですが、じゃあそれをご紹介いただけますか。誰にお願いしよう。田代さん、いいですか。学習、食育は、うん、まあ、今年度の重点目標が食育であるということと、はい、あと講師の先生は漆小学校の養護教諭の先生の、まあ、紹介というかおすすめという感じで来ていただいてお話を伺いました。はいはい、じゃあ講演会、ちょっと講演 の、 先生方をご紹介しますね。12月3日が食の大切さという、ね、テーマで、食育日本料理科の凪俊光先生のお話だったんですね。なんか貴重なお話が伺えたみたいですね。後でゆっくり聞きますね。で、年が明けて1月13日、食育に関する講演会、これは加茂中学校の栄養教諭の先生藤崎久美子先生のお話だったんですね。はい、食育というその重点目標から、また養護教諭の先生からの紹介で、ね、この2つ選ばれたそうなんですが、それぞれどのような学習だったのか、じゃあ、一つ一つご紹介いただこうかな。まず12月の講演会から佐藤さん、はい、ご紹介いただけますか。12月7日に、うん、凪俊光先生をお呼びして、はい、食の大切さっていうところとか、うん、まあ、仕事とは何か、はい、というところのお話を伺いました。はい、はい、で、その
その次の月ですね、1月13日には、うん、加盟中の栄養教諭である藤崎久美子先生をお呼びして、こちらはあの教職と個職についてということで、うん、7つの個職がありますよっていうお話を伺いました。なぎ先生のお話の中で印象に残っていることってありますか？はい、まあ、なぎ先生は、この、なんていうんですかいろんな体験を、まあ、そもそもは、割烹料理を自分でされてたんですけれども、はい、あのそこから今はあの包丁を筆にあの口なんていうんですかね、うん、筆とか言葉に変えて、まあ、変えて、はい、あの食育の大切さを広めてますっていうことで、お話をしていただきました。そうですか。あの家族の中で台所に立つ人 の、 その意識が大事なんだよみたいなお話もあったんですってね、なんか身が引き締まりますよね責任重大だよなって思いますよねそういう話聞くとね、教職と個職の方は、教職っていうのは共に職するね、はい、で個職の方はあえてひらがなで書いてあって、7つの個職があるんですか、はい、7つもあるのね。そうなんです。ちょっとご紹介いただけますか。はい、例えば、一人で食べること、まあ、一人で食べる状態のことを孤独の子に孤独の、ね、食事で孤独の食、はい、で、たくさんの人数で食卓を囲んでてもみんなそれぞれ違うものを食べる個人の孤独ね、はい、で例えば子供だけで食事をする、これも孤食、孤食、子供の子の孤食、はいはい、で、まあ、ダイエットのためであるとかそういうことで、必要以上に食事の制限をする、これを小さい食と書いて孤食、はい、あとは同じものばっかり偏って食べることを、まあ、固まる食って書いて孤食、これはいわゆるその同じものばっかり食べるの意味なんですね。うん、固まるのこう子に食で個食ね、個食、はい、で。あとは濃い味付けのもの、あ濃い食と書いて個食。個食、はい、で今最近はご飯を食べる、まあ、機会が少なくなってきたっていうのがありますが、パンとか麺類、そういったものばっかり食べることを粉に食と書いて個食。小麦粉とかの個食、はい、粉ですね、はい、こんなに個食がいっぱいあるんですね。そうらしいです。そうか、家庭でこう食の中で五色、なんか食がいっぱいなのでややこしいんですけど、今度は色のね、はい、五色、5つの色を意識した献立を考えるといいよっていうお話があったそうですね、はい、色をお伺いしてもいいですか。はい、まずは緑、はい、野菜とか葉物類ですね、で赤、トマト、で茶と黒、これがお肉になります。あ、はい、で白がご飯、はい、で黄色が卵ですね。この5色、なるほど、気にすると、まあ、私たちあの食卓を預かるものとして、バランスのいい食事が提供できますよっていうお話でした。意外と緑や赤少なかったりするんだよな本当ですよね、はい、すごくもう今身に染みました、はい、5つの、ね、色を意識しましょうね、そうですか。なぎ先生のお話も、そして加茂中学校の、ね、栄養教諭の先生のお話もすごく興味深い、いろいろなお話勉強になったみたいですけど、お二人佐藤さんと田代さんの感想を聞いてもいいですか。田代さんからじゃあいきましょうか。はい、話を伺って子どもの成長、あの生活の中でも食の大切さは大事なことと分かっていても忙しさの中で忘れがちでしたので、まあ、改めて大切さを再認識したっていうことですね。お母さん忙しいんですよね、はい、ね、でもそういう話聞くとまた、あ、家族のために栄養のバランス考えて美味しいご飯作ろうって思いますよね、はい、はい、佐藤さんいかがですか。はい、
私はこういう機会があった時に家でもせっかくだから子どもと聞いた話を共有しようっていうふうにいつも意識してます。おおいいですね。はい、で今回は凪先生の話ですっごくあの楽しいお話を聞いたので、はいはい、そのことを帰って、息子に話しました。でどういう話かっていうと、はい、凪先生が先日ドバイに行かれたと。ほう、はい、でドバイの、まあ、あの富豪の方々の前で はい、お寿司を握る機会がありましたっていうお話があって。どんな仕事？ね、すごいですよね。すごい。でその時の、ギャランティーがですね、1時間半で300万っていう、もう驚きしかないっていうような時給いくらの話ですよね。本当です。うーわ、そうなんです。300万。はい、しかもその、まあ、お寿司を握って皆さんをお見送りした際に、はい、もうそのドバイの方々が空飛ぶ車に乗って帰られたと。だからもう 人が乗れるドローンですよね。それが実際にもう運用されてそれを 見ましたっていうお話があって、空を飛んで皆さんが帰っていかれたってことですか？その光景を思い浮かべてすごいと思って、これは絶対息子に話そうと思って。本当高級車なんだろうなってイメージがありましたよ。みんな車の、ね、こうメーカーを思い浮かべてましたけど、はい、うん、そのレベルじゃないんだ。もうその上を行く、飛んで帰られたんだ。楽しいです。すごいお話。はい、ちょっと食育戻れないけどどうしましょうこれ。ただそれからそこからまだあるんですね。どうしようかと思った今。で、はい、そのお話をしたら、うん、あの子供にですね、うんうん、もう本当案の定すごいって言って喜んで、でそこから凪先生のことすごく興味持って、で一緒に凪先生がされてる YouTube で、はい、もともと息子はあのお料理が好きだったりとか、お菓子作りが好きな子なんですけれども、凪先生が YouTube でされているフグのさばき方を一緒に見て、うわーすごいねって言って、また今度僕も魚をさばきたいっていう風に言ってました。佐藤さんちの息子さん、はい、小学校3年生、はい、凪之助くんっていうのね。そうなんです。凪先生の漢字も同じなんでしょ。はい、実はそうなんです。これはもうなんか、はい、ご縁ですよね。引き寄せたというか、うん、凪之助くん第二の凪春子になる。ね、今日スタジオにちょっと来てくれてるんですか。はい、遊びに来てます。楽しみですね。お料理作ったりするの好きなんだ。じゃあ凪先生の YouTube とかでいっぱいお勉強したらいいね。そうですか。ちょっとなかなかない、うん、普通の講演会ではなかなか聞けないお話でしたね。 はい、うん、それがじゃあ、 食育にどうやって戻ります？どういうふうに結ぼうかな、これ。どんなお話でした？どんなふうにしましょう、うん、未来は変わるから、そうですね、大人の、うん、なんか固定概念を押し付けちゃダメだよっていうようなお話だったんですね。確実にそういう変わった時代がやってくるということで、うん、それに大人も対応した教育、ね、そうですね。あのセンセーショナルなエピソードではあるんですけど、うんうん、もう実際にそういうことが起こっている世界なんだよ、うん、だから私たち、まあ、その古い考えを子どもに押し付けるだけではなくて、うん、まあ、新しい意識を大切にしながら子育てをしていきましょうっていう、うん、そういうところの話伝えたかったのかなと思います。ね、あれですね、なんか食なんだけど、うん、深いですね。はい、そうですね。先生のその体験からまたいろんなお話聞きましたね。うんうん、でも佐藤さん、はい、お出汁の取り方も、そうですね、その学ばれたこと実践されて、はい、おでんが大好評だったってちょっとそこ聞きましょうか。はい、はい、そもそも一番出汁の取り方がお出汁の取り方っていう、まあ、固定概念観念というかあって、うん、お出汁を取るってハードルが高いなって思ってたんです。だけど凪先生が教えてくださった出汁の取り方が2番出汁の取り方で、出汁昆布も鰹節も一緒に自ら入れて作る出汁の作り方だったんですね。うん、でそれは、お出汁とか味噌汁とか、まあ、日常のお料理で使えますよっていうお話 で、うん、でそれで早速寒かったのでおでんを作ってみまして息子に
食べてもらいました。なぎのすけくん美味しかった？美味しかった、今まで作ってたおでんとやっぱり違いました、はい、そうですね、今まではそのお出汁自体の取り方がハードル高いって思ってたので、うん、まあそのね、粉末の調味料でね、はい、はい、お出汁を使ったりとかその他の調味料で作ったんですけど、うん、まあ、かつお節から取るっていうことをやってみたら、うん、まあ、なんていうんですかね、その柔らかな味っていうか深みがあるのかな、深みがあるおでんになったっていうことを言ってました。もうなんかすごい素敵な食卓だっただろうな、そのね、家族のね、はい、時間だっただろうなって思いますね、うんうん、素晴らしい、いいですね、なんかそういうふうに意識も変わって、うん、また実際に習ったことを実践していって、はい、親子の関係が家庭の食卓が変わっていくって、うん、ちょっとワクワクしますよね、うん、はい、わかりました。じゃあ本当にね、いいお勉強をなさったみたいですね、はい、最後にちょっと重点目標が学年ごとにいろいろあったみたいなので、うん、ちょっとご紹介しようかな。1年生が20分間苦手に挑戦とあるんですが、はい、これは何でしょうか、うん、これは給食時間が大体20分ぐらいあって、あ、なるほど、まあ、日々いろんな給食の献立が出る中で、うん、好きなものも嫌いなものも、うん、まあ、頑張ってその時にみんなで頑張って食べましょうっていうことですね。1年生はなかなか短い時間の中で頑張って食べられなかったりしますよ ね、 そうですよね、最初ね、うんうん、はい、そういう目標だったんだ。2年生団らん推進、うん、そしてダラダラ食いをしない、うんうん、はい、これはじゃあ家族でこう楽しく話をしながらとかいう、食事、まあ、しゃべっていうのもいいんだけど、もし喋りすぎたりとかして、うん、時間がちょっとかかる子が、まあ、2年生多くて、ね、そうなんですよ。だけどやっぱりだんだん話は楽しいし、うん、食事中一緒にいろいろおしゃべりしたいけど、うん、でもまあだらだら食いはさせないという、うん、ちょっとまあでしたけど、田代さんのお宅小学校2年生の女の子もいるんですけど、はいはい、実際これ意識して取り組んでどうでした？そうですね、まあ、結構やっぱりうちの子も喋るので時間がかかります。で、まあ、全部食べてもらいたいっていうのもあって、うんうん、まあ、これ、まあ、時間ないにというか食べ終わったらおやつを食べようねっていう、うん、まあ、そういうのがついてたら、まあ、そういうのがあれば意識してね、はい、取り組めたんだ。頑張って食べてました。うん、なるほどね。3年生食事中の姿勢、4年生がお箸と鉛筆の正しい握り、5、6年生が間食はバナナやおにぎりなどバランスの良い補食にというふうにね書いてあります。あとメディアの、21時ですね、これ夜9時オフ、これに取り組んだんですね、はい。1年間その親子でやっぱりこう取り組んで、うん、はい、こう良かったですか？そうですね、変化がありました？まあ、意識して、うん、まあ、毎日のことで、まあ、忘れがちなんですけど、うんうん、こういうお話を聞いたりして、まあ、意識して、うん、取り組めてね、良かったですね、はい、うん、はい。嬉小学校、小さい学校ですけど、はい、すごくいろいろな取り組みね、うん、頑張ってらっしゃるなっていつも思ってました、うん、はい、家庭教育学級の、学習もそうですし、またいろいろなお話ね、はい、IWFM でも、ご紹介いただけたらと思います、うん、はい、今日はお話ありがとうございました。ありがとうございました。では丸くなった後半です。後半は家庭教育サポーターのお二人にお話を伺ってまいります。今月は今野和子さん、そして土屋敏子さんです。おはようございます。よろしくお願いします。はい、さあ、今日は漆小学校の家庭教育学級食に関するね、学びのご紹介でした。とても興味深い、なんか渚先生のお話がすごいこう頭にまだこびりついてますけどね。はい、いいお話ね、伺いました。で、今野さん、土屋さんは子育ての中で食に関して心がけていたことってどうですか？
近藤さんから言いますよ。どうぞ。やってますけど、はい、やはりね、食っていうのは生きるためにとっても必要なことですよね。お勉強とかスポーツは1日2日しなくったってどうってことないですけど、食べることはやっぱり毎日3食食べることでやっぱり体ができていきますので、やっぱり大事だと思っております。だからやっぱり朝お味噌汁で、お昼は給食ですからね。で夜はやはりそれこそさっきお話があったように色を考えて、頑張って頑張って、昔はそのコンビニとかなかったですからね。近藤さん頑張って、本当にご飯、お味噌汁、主菜副菜って作ってたってね、割とこだわる方なもんですからね。子供たちには体のことを考えてちゃんと作って食べさせようという、それがまた良かったのか悪かったのかですね、型にはまったような感じで、だから作る時間っていうのがとっても長かったんですよね。そうするとやはり食べる時間っていう段々の時間が短くて、そうですよね。だから今思うには、もう別にそんな戦が必要とかっていうんじゃなくて、さっきもおっしゃったように、5色の色があって一品でもいいと思うんですよね。でさっさっと作って食卓を、で食べながら怒りながら食べる人いませんもんね、食べる時はね。そういう時にはやはり心の中から本音を子どもたちもお話ししてくれるでしょうし、そこにこう団らんっていうものが出てきて、いろんなことの会話、情報交換、子どもとのですね、そういうのができるから、やっぱり食べる時間っていうのはゆっくり持ちたいなと思っておりますね。その家族たるもの、どこでその家族っていうかって、やっぱり一緒にご飯を食べるっていう、ね、その時間が尊いって私もすごく思うんですけどね。他人でも一緒にご飯食べるとちょっと心が開いたりしますもんね。そうですよね、ご飯食べる時間って大事ですよね。土屋さんはいかがですか。今すごいなと思って、こんなさいつもそうしてる仕事は大丈夫。私はもう本当に忙しかったもんだから、なんか大事なことが分かってるから、もういつも混ぜ込みだから一番メニューが多いのがチャーハンとか、そのコロッケとかハンバーグとか、あとそのミートソースの中に全部入れ込んでだから、もう何お肉でしょ、そしてニラでしょ、からよく使ってたのが何しらす節、それで人参、なんかだから全部混ぜ切り刻んで混ぜ込んでやればいいと思う。いやそれが賢い。副菜とかマイクを向いて喋ってください。いやお互いの方向いて喋ってるから。だからほら、いつも子供たちに怒られて、お母さんも何でも混ぜ込んでいいってもんじゃないんだよ。でも美味しかったと思いますよ、それ。いやいや、だったんですよ。でもだから立派に子育てができるよね。なんか だけど、その団らんはよくしてましたね。素敵素敵、料理は下手だから。いや上手下手じゃないと思うしね。でも一つ一つの味を大事にしてするっていうのはね、頭で分かってる。もう時間がないから、なんか全部混ぜ込んでしまって、それは賢いお料理ですよ。時短料理ですよ。そうそうそう、ちゃんと味も。ここで言わないといけないことが一つありました。食事はもう一番の目的はやっぱり楽しくすることって、そうですね、なんじゃかんじゃ言わないで、楽しく食べようっていうのは心がけてました。なるほど、ですよね、そうした方がいいですよね。そうした子育てだったんだと思います、ね、今日は近藤さんが新聞の切り抜き持ってきてくださってて、すごくやっぱりその家族でご飯食べる時間大事だよなって思う内容なので、ちょっとご紹介いただけますか。当初南日本新聞の世論欄ですかね、お声を届けるコーナーがありますが、そこにちょうど去年か一昨年だったと思います、愛らしいの方がお母さんがちょうど出していらっしゃったんですけど、子供に今日は外食しようって誘ったけど、
いやお母さんってたまお家で食べようよって、でもお母さんはたまには誰か作ったご飯が食べたいんだよって言っても、いやもうお家でいいっていうことで、結局お家で食べられたんです。子供さんがお母さんのご飯がいいって言ったんですね。そうですね、うんうんうん、で結局料理最後の方に書いてあるのが、料理が苦手な母親ですが、息子が今日も叱ったごちそうさまと毎食言ってくれるので嬉しくて作りがいがあります。ありがとう、美味しかった、ごちそうさま、息子から学ぶ魔法の言葉ですっていう言葉で締めくくられてあったんですけど、やはりいただきます、ごちそうさまでした、それが言えるっていうのは、やはり和やかな雰囲気の中で楽しく食事ができた証だと思うんですよね。だからこの家庭っていうのはとてもいい和やかな家庭で、子どももすくすく育っていらっしゃるんじゃないかろうかなって思うことでした。外食しようって言って、うん、子供たちやったってそう思いますけど ね、うん、お母さんのご飯が食べたいって、もうそれだけでなんか嬉しいですね。涙が出ますね。本当にいいご家庭です ね、うん、ね、でもいただきます、うん、ごちそうさま、美味しかった、ありがとうっていう言葉がね、いっぱいあふれる食卓でありますようにというね感じですね。そうですね、はい、美味しかったの言葉が聞けるとまた頑張りがちがありますもん ね、 元気が出ますね。ラジオ聞いてるみんな、お父さんお母さんに美味しかった言うんだよはい、今日はね家庭教育サポーターお二人、ちょっと時間短くなってしまいましたが、いえいえ、お話ありがとうございました、はい、さあでは続いて、最後のコーナーです。我が家の子育てプチ自慢ご紹介します。ラジオネームたまさん。3歳になった娘は家事が大好き、お茶碗を洗い、お米を研ぎ、お片付けをゆめがやると張り切る毎日。ゆめちゃんって言うんですね。すごいですね。はい、お茶碗に泡がついていてもお米の粒がなくなるぐらいお米をギシギシ洗っても、ご飯の味が落ちても、ゆめ全部できたと満足そうですということです。これは自慢ですね。3歳でこんなにいろいろやらないですよね。やっぱりお母さんの褒め言葉がやっぱり毎日あるんじゃないですかね。素晴らしい、うん、続いてほっこりエピソードです。ラジオネームペンギンママさん。小学2年の息子が家に巣を作ったツバメに毎日水をあげて、子供が生まれたと喜んでいます。毎朝水やりと餌を準備して行ってきますとツバメたちに声をかけて登校する姿に思わず微笑んでしまう私ですということです。気遣いがいいですね。ツバメをなんか我が子みたいに思ってるんでしょうね。そうですね。ね、今日はなんか食に関するお話でしたけど、子育てプチ自慢も、そしてほっこりエピソードもね、こういうなんか子育て、そして食に関するお話だったように思います。皆さんからのね、子育てプチ自慢、そしてほっこりエピソードもお待ちしていますということで、今月も丸くなった、いかがだったでしょうか。家庭教育サポーターのお二人もお話ありがとうございました。ありがとうございました。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。